はい、どうもお久しぶりです。今日はですね、ちょっとしたヘルメットの豆知識、ヘルメットの色と事故率について話をしたいと思います。皆さん、ヘルメットの色によって事故に遭う確率が変わるという研究があるのをご存知でしょうか？この研究はニュージーランドにあるオークランド大学が行った調査で、2004年に発表されたものです。調査の参加者は、怪我や死亡に至る事故に関与した二輪車の運転手463人、それと無作為に選ばれた二輪運転手1233人、それぞれに聞き取り調査を行い、年齢、性別、ヘルメットの色や服装の色、車両の色、気象条件などいろんな項目を聞き取り調査しました。その結果、ヘルメットの色と事故率には明確な関連性があったそうです。この調査によると、黒いヘルメットより白いヘルメットの方が 24% 事故のリスクが低く、赤や青などの色を含めた明るい色と暗い色、この2つで比較した場合にも、明るい色のヘルメットの方が 19% も事故のリスクが低いということが分かりました。しかし、興味深いことにですね、ヘルメットの色が事故リスクと明らかな関連性があるということに対して、着ている服やバイク正面の色、これはですね、事故のリスクと関与しないという結果が出ています。これは対象者のほとんどが黒や青など暗めの服を着ていて、明るい服を着ている人が少なかったということも関連性が見出せなかった一因であるというふうにも記載されていますね。一般的に目立ちやすい色を選ぶときには、有目性と視認性、この2つを高めることが大事だと言われています。有目性が高いと周囲の目を誘いやすくて、目立ちやすさの基準になります。また視認性が高いと周囲との判別がしやすくて、遠くからでも認識しやすいという基準になりますね。有目性というのは、多くの色の中にあっても特に注意を向けていなくても、その色単体で目を引く色の特性のことですね。例えば郵便ポスト、この郵便ポストに赤色が採用されているのは、赤色は多くの色の中に紛れていても非常に見つけやすい色だということが理由ですね。こちらの表は、黒色、灰色、白色の背景色の中にある時のそれぞれの色の有目性の高さを表した表です。背景の色によって若干の前後はあるんですけれども、有目性の観点から考えると、最も目立ちやすい色は黄色、オレンジ、赤だということになっています。暗い背景色においての有目性も黄色、オレンジ、赤が優位ということになっています。反対に、暗い時間帯においての有目性が低いのは紫、緑、青ということになっていますね。視認性というのは、遠くからでも認識しやすいかどうかの基準になります。この視認性を高めるには、背景の色と対象物との明るさの差を高めるということが重要ですね。こちらの表は、ある一定条件のもと、対象物の色と背景色を組み合わせて、何メートル先からその色を確認できたかというのを表しています。今回は分かりやすくするために、対象物の色をヘルメットの色と仮定します。この表で最もコントラストが強く視認性が高いのは、黒い背景色に黄色のヘルメットの組み合わせとなっていますね。視認距離は最長の51メートル。黒い背景とは、夜の暗闇であったりアスファルトの色などを想定すると分かりやすいと思います。黄色はそのような背景色の中にあって最も視認性が高い色です。ちなみに、黒と黄色というのは、踏切だったり工事現場にも使われるおなじみの配色パターンですね。続いて、コントラストが強いのは、黒い背景に白いヘルメットです。こちらの視認距離は50メートル。白いヘルメットというのは、紫、青、緑など一般的に暗めの背景色の中においては、黄色よりも視認性が高いんですね。例えば、緑の背景色においては白いヘルメットが目立ちまして、46メートルの距離から視認できます。緑の背景に黄色のヘルメットだと42メートルなんですね。緑の背景とは、林道でのツーリングを想像すると分かりやすいと思います。ちなみに、緑と白の組み合わせというのは、高速道路の標識であったり非常口にも使われる組み合わせですね。逆に、最も視認性が悪いのは、黄色の背景に白いヘルメットの組み合わせです。黄色っぽい背景色というのは、夕暮れ時などがそれに当たると思います。そのような環境下では、白は非常に見えにくくなりますね。続いて、一番下の数字を見てください。この数字はですね、各色のヘルメットと全ての背景色で視認できる距離の数字を合計した値ですね。この数字が大きい順に、コントラストが優れている、つまり総合的に視認性が高いというふうに考えられます。1位が黄色ヘルメット、2位が白とオレンジ、3位が黒いヘルメットということになっています。3位が黒いヘルメットということになっていますが、コントラストが強調できるという意味では当然の結果ではあるんですが、黒や灰色など暗がりに起きる背景色の中にあっては、黒の視認性というのは非常に悪くてですね、コントラスト効果を期待できる場面というのは非常に限定的ですね。
暗がりのみを想定して黒と灰色の背景色でのみ数字を比較した場合は1位が黄色、2位が白、3位がオレンジということになっています。最下位は当然黒と灰色になります。先ほど有木製のところで上位に入っていた赤色についてはコントラストという点で見ると実はあまり優れていないということがわかりますね。2014年にバイク王が主催して夜間の安全性と色彩に関する実証実験というのが行われています。この実験はですね、暗闇の中で15色のピンポン玉を徐々に被験者に近づけていって目視できた距離を測るという、非常に簡単な実験だったんですけれども、この実験においてもやはり最も見えやすいのは蛍光色の黄色、視認距離は 47.5m でした。2位の白色は 47.1m、 そして3位が蛍光オレンジの 43.8m、 最下位が黒色の 9.5m という結果でした。こちらの記事も概要欄にリンク貼っておきますんでね、気になる方はぜひ見てみてください。はい、ということで今日はヘルメットの色と事故率についての話でした。最後にもう一度おまとめです。ニュージーランドにあるオークランド大学の研究によりますと、黒いヘルメットと白いヘルメットを比べた時には白い方が 24% 事故率が低くて、赤や青を含めた明るい色と暗い色、この2つで大別した時には明るい色の方が 19% 事故率が低いということが結果が出ました。続いて一般的に目立ちやすさを高めるのであれば有木性と視認性、この2つが重要であるという話をしました。最終的な結論としましては黄色、白、オレンジ、この順で目立ちやすいという結果になりました。すでにバイクに乗ってる人は今更黄色とか白を取り入れようっていう人はね、少ないかもしれないんですけど、自分の周りの家族とか友人がこれからバイクに乗りようということになった場合にはね、今回の話は知識として知っておいて損はないと思います。また今回参考にしましたオークランド大学の研究記事は概要欄にリンク貼っておきますんでね、興味のある方はぜひ見てみてください。はい、ということで本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。